こんにちは、アイです。今日はメキシコは現金がいるらしいというお話です。あと2日でメキシコ旅行というところになっています。で、最後の追い込みということで、本当に必要なことだけをもうやろうっていう、もう最後開き直りぐらいの感じで準備をして進めています。で、今のところ、終わってるのが航空券の手配とホテルの予約で、今回はアメリカを経由していくので、エスタというアメリカに入国する際に必要となる、ものを申請で、認証されているということと、あとはちょっと治安の面とかを考えて、今はアメリカもメキシコもかなり、ちょっといろいろ気をつけないと危ないっていう情報もあったりするので、移動は基本配車アプリを使って移動しようと思って、 Uber とあとDT と Shift っていう、ちょっと読み方が間違ってたら申し訳ないんですが、そういう3つの配車アプリを登録して使えるようにしています。で、もう一つちょっとやっとかないといけないと思ったのが、現金を、調達する方法をちゃんと確認しようと思っています。で、今年の5月6月に行ったスウェーデンとフィンランド旅行では本当に一切お金現金を使わなくて、キャッシュレス社会っていうか、もう全てがキャッシュレスで、もうクレカだったり、あとそうですね、もう本当にクレジットカードを入れて、もう電車の切符を買ったり、バスに乗る時も何か運賃を払うっていうよりも、もうクレジットカードをタッチするだけか、他の方でクレジットカードにも携帯に入ってるクレカをタッチしてる人もいたみたいですが、そんな感じでもクレジットカードがあったら全部こと足りるみたいな感じで、現金ゼロで行って帰ってこれたんですが、今回はアメリカは基本的にはクレジットカードが主なんだけど、チップがあるし、メキシコは小さい買い物をする場合だったり、ちょっとしたお土産屋さんだったり、タコスを食べるといった本当に少額のお買い物や何かを支払うの時は現金が必要というふうに言われてたりするので、その分の現金を調達する必要があるかなって思っています。で、昔現金を、現地の通貨を得る方法っていうのは、私が昔っていうか5年ぐらい前までやってた方法は、両替所に行って、例えば現地の空港に着いて、で空港から出る直前に空港内にある両替所でいろいろレートを調べて、いくつかある中から一番レートのいいところに行って、必要なお金をとりあえず1万とか2万とかとりあえず出して、その旅行日数で使えそうな現金を現地の通貨に変えるっていうことを、やっていました。で、その時は結構それが普通で、そういうふうにやるもんだなと思っていたんですが、どうもなんかいろいろ調べている間に、そうやって両替をして現地通貨を得るっていう方法と、他に現地の ATM で、クレジットカードを使って現地の通貨をATM から出すことができるという、 ATM のキャッシングっていう感じのものもあるっていうのを
知ったので、でそしてそれが、レートが一番いいらしいので、今回はそれをやっていこうと思います。でまだちょっとだいたいやり方を流れとかはなんかネットを見てだいたい流れは分かったんですが、まだ実際にやったことはないので本当に無事に現金が調達できるのか分からないんですが、とりあえずそれでアメリカでも本当に使う分だけを ATM で下ろして、でメキシコもその方法でメキシコペソを手に入れたいと思います。で返済、そのキャッシングっていうことなので、その返済の仕方とかもなんかコツがあるみたいで、なんかネットで返せるっていう方法があって、それだと利息があまりつかないっていう、なんかキャッシングをした日か翌日みたいな感じで、返せるみたいな、そういう方法もあるらしいので、それも合わせてやってみようと思います。ということで今日はメキシコは現金がいるらしいというお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。